にちは。小山田塾の授業というか、まあ、塾でも授業してますし、まあ、あの外国人の方に日本語の授業をしていて、日本語教師になりたい、日本語先生になりたい人とも一緒にこうなんか日本語の、ね、文法とかも勉強していて、まあ、こちらの動画でもね、あの今ね、ご覧いただいている方は目の前にいると思うんですけど、まあ、実際はあの誰もいないですね。深夜の教室とかで撮ってるんで、ちょっとね、寂しいなみたいなね、時もあるんですけど、基本的にこうね、いろんな人に話を聞いてもらう、授業で、私がこうなんかこうですよ、あれですよっていうふうに説明することもあるんですけど、最近あること気づいて、もともと分かってはいたんですけど、早口になってしまうと、ね、いう問題がちょっとあって、なんでかなみたいな、なんで早口になっちゃうんだろうなっていうふうに考えた時に、早口になる瞬間すごくなんか自分でもなんか分かってきたんですけど、楽しくなっちゃうね。なんか授業しててなんか楽しいってのはそのなんかまあね、やってる内容も楽しいんですけど、こうなんかみんなにこうなんですよね、これめっちゃ面白いじゃないですかとか、これねぜひ分かってほしいみたいな時に、まあ、特に日本語のね文法とかそういう話をしてる時にわわわわわわとかっていう風に話しちゃうっていう、まあ、癖というか、そういうことになってるかなっていう自分の傾向に気づいたという次第なんですね。早口になってたらですね、あ、小山田楽しんだな、噛んじゃったって楽しんでんだなっていうふうに、思っていただきたいんですけど、なるべくねこれ伝わらなかったら意味ないので、頑張って、皆さんのペースに合うような喋、り口調というかね、話し方を目指していこうと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。今日やるのはですね、皆さんなんですね、 YouTube のコメント欄に、リクエストをしていただいた、内容から、やっていこうと思います。いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。ぜひどんどんですね、リクエスト、してください。答えられる限りやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。アンサー動画です。中1の数学の、OE 型の弧の長さということについてやっていこうと思います。扇形の弧の長さということが書いたときに、まず一つ一つね、どういうことかっていうことを、しっかり言葉が何を示しているのかっていうことを考えなくちゃいけないんですけど、まず扇形というこの形がどういう形なのかについてなんですが、基本的に扇っていうのは、まあ、扇子みたいなものね、まあ、ちょっとこれだと分かりにくいと思うんですけど、まあ、こういう形、これなんかこうやって仰ぐね、なんかバッとこう広げるような扇子ね、形に似てますよね。で、そういうのを扇っていうので、まあそういう形に似てるということで、扇形というふうに、まあよく呼ばれると。で、まあなんだろうな、なんかもう、扇なんてね、あんまり使わないで、なんかピザを切った後みたいなね、ピザ型とかでもいいような気もするんですけどね、まあそんなことはどうでもいいよね。教科書にピザ型とか書いた日にはなんか、やりにくくなってしまうので、で、扇形というのはこういうね、形を言うと。で、そこで非常にポイントなのが、もともとね、こういう図からも分かる通り、扇形って、皆さんがよく知ってる図形から切り取った、形なんですよね。それが、ね、この点線をたどってみると、赤の、線もありますけど、これぐるっと一周みたいな感じで、これ円だったんですよ、もともと。ね、こういう一周の円があって、その中でこうなんかね、中心のところからギーッとこう切って切り出した扇子みたいな形が扇形っていうんだっていうことなんですよ。で、つまりもともと円の形を、基準にしてね、っていうことを想像する。だからこういう扇形ね、あったとしても、あ、もともとなんかぐるっと一周円があって切り取ったものなのかなっていうふうに考えるのが大切だと。なので円の公式とか、円の、なんかね、やりましたよね。円周とかぐるっと一周求める長さのやり方とかやったと思う。小学生の時とかね、やったと思うんですけど、そういうのが非常に、活用されると。大事になってくるっていうことですね。で、それで弧の長さね。まあ何かの長さを求めるんだなっていうふうになると思うんですけど、まあこういう扇形があって、まあカーブしてる部分ね。カーブしてる部分をこれ弧っていうふうにですね。弧っていうふうにと。この長さを求めるやり方を今日やっていこうと思います。で、まずですね、まあ、人によってはこの公式を覚えちゃって、もう一発でもう解けるよっていう人もいると思うんですけど、今日はまず公式を紹介して、それなんでそういう公式になってるんだろうっていう仕組みを解説して、いくつか問題をですね、皆さんと一緒に解いていこうと思います。まず、まあ、
この長さっていうのよくねこういう L という文字で、まあ、Length っていうねあの長さっていう意味の単語の頭文字を取って Length ですね。でこの個の長さ L っていうのは、ね、ここに L ありますよねっていうイコール 2πr って書いて、ね、書いてます。まあ π というのはこれ円周率、ね、3.14 なんちゃらなんちゃらとかっていうのがまあ中学生になるとね、そんな数字をなんか掛け算してね、中途半端な数字掛け算してもしょうがないので、π っていうふうに、なんかまあ数字を置き換えた文字ね、π という文字に、書き換えてしまうとね。で、基本的に π っていうのは、文字寄りかって言ったよりかは数字寄りなので、文字はね、基本的に項の中では後ろの方に行きますけど、π は数字寄りなので、ちょっと先の方に、出てきます。でも数字よりは優先順位が低いね。だから 2πr って書いてある。ね、これ掛け算ですね。2×π×r。じゃあ r ってなんだっていうふうになるんですけど、r ってここなんですよ。扇形があって、ここの半径の部分ね、レディウスね、レディウスとか英単語であの半径っていうの r で始まるんですけど、r っていうのが小文字の r で書かれることがほとんどです。ここの長さを、まあ、r だとしようと、ね。r センチとかね、まあ、メートルかもしれないですけど、r っていう長さにしようと。そうなったら、2×円周率かける、その、ここの長さ、r かける、ここの角度を知る必要があるんですね。360分の、この扇形の角度、a のっていうのを掛け算するっていうのが、これ、公式なんですけど、まあね、これで使おうと思って、パパパってやっちゃう人もいるんですけど、まあ今日はちょっと仕組みについてね、詳しく、お話ししていこうと思います。まず、ここの r、半径だっていう、まあ、ゆえんというか言われなんですけど、まあ、例えばこういう形が近いですかね。ここ見てください。もともと、これ、こういうピザの形がね、あって、ここにパシャーンとこう挟めてた時に、まあ、もともとこういう完璧な円だったと考えたら、ここの長さ、つまり、ここの長さですね。ここの長さって、この円でいうところの半径を表してますよね。円の中で、まあ、円周、周りの部分から中心に向かって結んだ線の長さのことを半径っていうふうに言いますね。で、もう一つ半径が2倍分、つまり円の中心からスパンって切るこの長さは直径とかって言いますね。直径半径大丈夫でしょうか。ね。だからまあ、扇形になっても、ね、もともと円だったって考えて、ここは半径っていうふうに言うんだよ。言うんだよと。ね。で、R というふうに表されると。で、まあじゃあこの公式をちょっとどういう仕組みになってるかってことを考えていこうと思うんですけど、ここに書いてある通り、円を元にして考えるっていうのがポイントです。じゃあちょっとやってみましょう。こういうふうに、まあ、ここにね、扇形があるんですね。まあ、センスみたいな形の扇形があって、じゃあ今回この L、この長さっていうのを求めなさいっていうふうに言われたら、こういうふうに、もともとこういう完璧な円だったっていうのを一回考えてみてください。そうしたときに、最初に、ここに書いてあるんですけど、ここのですね、周りの部分、ね、赤線から点線の部分を、なんかね、ピロ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 ーって剥がして、こう一本の紐みたいにするんですね。そしたらこういう風になりますね。赤線の部分と、あと、点線がね、1、2、3でこういうぐらいの長さがある。だからまあ、まあ、点線こんな感じで1、2、3なんで、まあ、分けてみましょうか。これぐらいの感じで分かるんですかね。で、この長さってどうやって求めるのってなるんですけど、円の円周ってどうやって求めるかっていうと、まあ、これはね、小学生でもやったと思うんですけど、直径の長さ、ね、直径の長さかける円周率、π だよってことになると。で、そうなると、じゃあ、直径ってどうやって求めるのってなるんですけど、もちろん、ここの半径、ね、今回 r は6センチだと、半径が6センチだってなので、直径ね、円を中心に取ってスパッと区切るこの長さどうやって計算するかというと半径2倍すればいいので 6×2 ってことになると、でこれ直径を表してますよね。かける π で、12πcm、 つまり円のぐるっと一周は 12πcm だっていうことができると。じゃあここで皆さん考えてみてください。今回この扇形は90度って書いてあるんですね。ここね、ちょっと小さいですかね、ごめんなさい、90度って書いてあると。でそうなったらピザ考えてね、ピザ考えてみて、ね、4人でこのピザをね、分け与えようってなったら、まあ、90度ずつでこれで区切ってね、食べるはずなんですよ。そしたらね、90度できちっと区切ったら、ね、まあ、A 君がもらうピザ、B 君がもらうピザ、C 君がもらうピザ、D 君がもらうピザってなったら、もちろん全部のピザの形は同じなので、ここの赤の長さ、
っていうのは、今回求めたいここの長さっていうのは、例えばこっちのピザでも同じですし、こっちのピザでも同じですし、こっちのピザでも同じですよね。そう考えたら、ここのね、最初の赤の長さっていうのは、次のこのピザの部分の長さと同じ。同じ、同じ、ね。同じ、同じってなったら、この 12πcm っていうこの円周を、ね、これ4等分してる感じになるんですよね。ってことは今回の求めたい赤っていうのは、これを4等分したうちの1個分の長さなんですよ、ここは。ってことは 12π を4等分してください。12を単純に4で割るんですね。12を4で割ったら、そのまま3って抜きますよね。つまりこれ 3π なんですよ。3π、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 ね。3π を4つ合わせると3412で 12π に戻りますよね。つまりじゃあやっぱりここの赤、ね、ここも同じですけど、赤っていうのは 3πcm なのかなっていうふうになると、ね。じゃあこれを公式でね、どういうふうになってるのか確かめてみると、公式見てみると、ね、これの公式です。当てはめていきますよ。ここの L の長さっていうのは、2×、ね、ここですね。2×、はい、ここまでいいですね。次に半径の r かけるから、今回6センチだから6っていうふうになってる。2πr。ここからここまでが 2πr を示してる。2πr。ね。そしたら、さっき見てください。2×6 って入ってますよね。ってことはこれ、この 12π と同じ意味を表してるんですよ。ここの、ね、波線の部分。12π と同じなんだと。で、かける360分の a。今回90度なので、360分の90っていうふうに書くと。そうすると、これ、約分してみると、見てください。4分の1となるんですよ。つまり、360度あるうちの、ね、等分したうちの1個、ね、90度、ね、360度あるうちの90度っていうのは、4分の1個に相当すると、割合的に。ね。ということで、360分の90は4分の1と表せるので、それで、まあ、もちろんここが 12π という数字になるので、4分の1、約分して4分の1と掛け合わせると、約分されて3になって 3π って出てくるんですよ。どうですか？この、こうね、公式と、実際の、ね、ここから考えたか、もので、きちんと出ますよね。ってことは、この360分の扇形の角度を掛けるっていうのは、こういう一周のところに、じゃあそのね、実際求めたい赤線の部分だけにするための掛け算なんだと。360分の A ってね。2πr ってのは、もともと円だったと考えて、一周ぐるっと 何センチなのかなって調べてると。それに、360分の A 度分すると、ここの分だけが出てくるよって仕組みになっているんですね。じゃあ、ちょっとこれ、話がぐだぐだと長くなってしまったんですけど、問題をですね、少しやってみようと思います。